5の人、土星別府温泉。どうもどうもおい、あやか、何見てんだ？いえね、この和州さんのカラオケじゃなかった、なんとかメカですけどね、なんと採点機能までついてるんですのよ。え、りょうこさんの点数はっと。あらまあ、あ、見るなよ。なんだよその笑い方は。いえ別に、この自分が歌えなかったからって。ちょっと何なのあの二人は。ああ別に気にしなくていいよ。はあ、私たちみたいに仲良くしてくれればいいのにね、キヨね。私はできればあんたと仲良くしたくないの。それはそうと、この温泉変わってますよね。土星だけあって土風呂だもんね。別府の明晩温泉を思い出しますわ。ではここを土星別府温泉と名付けましょう。あれ、ねえねえ、何この丸い輪っかは。ああ、それは土星の輪にちなんだ名物のお土産でね、こうやって腰で回して遊ぶわけ。ああ、フラフープね。そんなのよく知ってましたね、彩香さん。それって東京オリンピックの前の話じゃ。すごい。しまった、墓穴を掘ったな。あなたでしたか。全国フラフープ大会で1位になったという小学生は。そんなわけあるか。ビール冷たいビール、温泉の中で冷たいビール、ワイコン。こいつはいいや。おい、缶ビール頼む。へい、毎度。おじさん、こっちもね。私ももらおうかな。へい、ありがとうござんす。はあ、私も喉が渇いちゃって。私も。へいへいへい、もう餃子がありますせ。あれ、おじさん前にどっかで会わなかった？ああ、そういや、私もどっかで。人違いっすよ、人違い。私たちはれっきとした初対面です。絶対に。そう？ほら、電池も飲めよ。いいよ。付き合いってもんがあんだろ。ほら、しょうがないな。あん、ささみもなんか欲しいよ。ほら、お嬢ちゃんにはアイスクリームがあるでよ。くらい。バカンが何も知らずに、そのビールとアイスクリームには強力な睡眠薬がたっぷりこと入っているのだ。貴様らが泥の温泉の中で泥のように眠りこげている間に、太陽系はバランバランになるというわけだ。さあ飲むがいい。飲んですっきり地獄の世界へ。いやー、温泉でビールってのは最高なんだよね。キャー、プッタペ、もうこっちにかかったじゃないのよ。あ、わりわり、あなたわざとやりましたわね。そっちがその気なら。やったな。わざとシャカ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 缶を振り上がって。許せないよ。やめなさい二人とも。やめなさい、あんたったらもう。ああ、ビールが全部こぼれちゃった。アイスクリーム落っことしたよ。もうこんなところで取っ組み合いなんかして。これじゃあドロレスね。あ、それちょっとエッチだ。行くわよ、ウォーリアーローリングソバット。ウォーロット。おお、いきなりの大技。これは両者とも燃えている。どうですか解説のワシューさん。そうですね、これまでの遺恨もありますからね、気合が違いますね。ぬがーぐおー。
おお、アイカのヘッドバットが炸裂した。アイカ優勢。この選手は切れると怖いタイプですからね。ここ土星特設リングは窒素渦巻く土星の大気にも似て、闘魂にえたぎる灼熱のコロシアムと化しております。うまい。アイカが寝技に持ち込んだ。なかなかのテクニシャンですね。これは見応えがあります。うらうらうら、グリ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 。おーっと、リョーコの狂気攻撃だ。リョーコが栓抜きでアイカをグリグリしちゃってる。これは痛いですよ。よっしゃー。お、アイカがリョーコの腕を取った。再び形勢逆転か。この試合まだまだ予断を許しませんね。すごい熱気だ。いや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 、興奮しますね。わー、シューさん、ビールあるけど飲みます？あー、くれ、すいません。Grrrr.